はい、どうも、こちらです。ライカ M3、M3 とエルマーですね。50の 3.5 のエルマーです。 M マウントです。M マウントのエルマー。キャップはオリジナルですね。キャップのみ付属してます。レンズが133万台の50の3半振動のエルマーです。やっぱ M3 にはこのレンズ似合いますね。M3 は110万台後期ですね。かなり後期のワンストローク1回巻き上げになります。まあ、このように綺麗ですね。かなり綺麗だと思います。まあ、ちょっとすれはあります。そこも、まあ、多少すれはあります。ここはちょっと傷があります。ここですね。まあ、ほとんど気にならないと思いますが、ここにちょっとあります。まあ、完全無傷ではありません。ここら辺の塗りも綺麗ですが、まあ、多少すれはありますね。グッタペルカもオリジナルですが、ここにちょっと補修した跡がありますね。あとは問題ないと思います。セルフも大丈夫です。1秒、こんな感じです。15、シュンシュンという音もしてますね。小刻みも大丈夫です。カウンターも戻ります。これもオリジナルですね。オリジナルです。高速もきちんと開いてますね。ただいま線も開いてます。膜も綺麗ですね。綺麗な状態だと思います。ファインダー、ファインダー20像ははっきり、すごくはっきり見えてるカメラでした。ただ距離計ですね。距離計の中が少しプツプツと出てますが、まあ、このようにそれほど気になるほどでもないと思います。視野枠の切り替えもきちんと出てます。50は出っ放しですね。 M3 はファインダーも悪くないと思いますが、まあ、距離計にちょっとプツプツが出てますね。スカッとしてます。ここには L マークではないですね。なんかマークが入ってます。まず綺麗な状態です。レンズは M マウントのエルマー。このレンズもボディ同様綺麗ですね。本当綺麗です。
メッキが違いますよね、本当綺麗なのは。ヘリコイドもスムーズ、ロックも効いてます。ガタもないですね。絞りもクリックもきちんと効いてます。まあ、レンズはこのように、まあ普通に見る限り全然問題ないです。綺麗な状態ですが、まあペンライトで見れば多少はホコリとかありますね。ただまあペンライトで見ると大体こんな感じに見えるのが多いです。まあ、抜けてますし、試し乗り試写した時も悪くはなかったです。よく映るレンズです。まあ、このレンズは赤エルマと同じと言われてますので、まあ、映りには定評ありますね。ここに小傷がある以外はまあほとんど文句なしと言ってもいいぐらい綺麗な M3 の110万台と、まあ、レンズもかなり綺麗な状態のセットになります。備品ですね。これ十分備品だと思います。